皆様、ハイタイ。私たちはミス沖縄2018スカイブルーの山城美希と、コバルトブルーの宮平かなと、グリーングリーングレーシャスの末吉こともと申します。私たちは今、沖縄県最大級のイベント、那覇大綱引きに来ております。那覇大綱引きの起源は西暦1450年頃に遡ると言われており、長い歴史を持つ沖縄を代表する行事の一つです。那覇大綱引きで使用される綱は全長約180メートル、総重量約40トンで、1995年には藁で製作された世界一の綱としてギネスにも認定されました。参加者数も20万人を超え、会場は熱気に包まれます。それでは私たちも綱引きに参加してみたいと思います。使われている綱は縁起物とされており、綱引きが終わった後、綱を小分けに切って持ち帰るのが慣習になっています。